三蔵法師玄奘の今回の旅は、30人の隊を組んで高僧国から苦茶国に到着。三蔵法師玄奘物語20、盗賊と会う。苦茶国の王が出迎えて言いました。玄奘法師様、仏様を供養しながら待っていましたよ。玄奘が仏像の前に行くと、それはお釈迦様がお生まれになった時におっしゃられたという、自分はこの世界でただ一人しかいない存在であるという、天上天下唯我独尊の像でした。仏尊お釈迦様は王族の王子として生まれ成人し、何不自由ない暮らしの中でその苦しみについて思い悩み、誰にも理解されず一人王城を旅立たれました。私も経典を取りに天竺まで行きたいという思いはなかなか理解されませんでした。しかし今日は30名の方が旅に同行してくださり支援してくださいます。これも仏尊のおぼし召し、ありがとうございます。苦茶国は歌と舞が得意な国で、現状はしばし楽しみました。玄奘は苦茶国の後、厳しい天山山脈を越えるコースをたどると聞いて、苦茶国の王は妊婦、ラクダ、馬を支援してくれました。玄奘は寒さの厳しい時期に苦茶国に到着し、2ヶ月苦茶国に滞在し、雪解けの時になって天山山脈を越えるため苦茶国を出発しました。出発して2日経った頃、玄奘の馬が突然立ち止まりました。玄奘は思い出しました。異変がある時はいつも馬が気づいて立ち止まってくれるということを。その時何か気配を感じました。お月の者が、どうかされましたかと尋ねました。盗賊だ、30人の同行者を守らなければいけない、なんとかここを乗り切らなければ。玄奘は盗賊と取引をすることにしました。命が惜しければ金を出せ。わかりました、銀貨が1枚、これだけしかありません。親分のあなたにお渡しします。これで私たちを助けてくださいね。こんなたくさんの賊を束ねるなんて、親分さん、あなたはとても強い方なのでしょうね。なんてことはねえよ。俺の問題、あいつ問い締めするつもりか。俺によこし、わしのもんだ。うわ、盗賊が仲間割れをしている隙に、さあ今のうちに。はい、盗賊を無事やり過ごした玄奘さん、さすがです。次は玄関の天山山脈越えです。次回もどうぞお楽しみに。チャンネルドアノブがお送りしました。